はい、桜井駅さんの方に来ました。おはようございます。おはようございます。実は僕は桜井駅さんあんまりよく知らなかったんですけれども、今ちょっといろんな説明を聞いたらすごいですね。ありがとうございます。4K の本当にこれからに向けてのご提案として、まあ、本当にいい、編集短期システムが出来上がったと思っております。多分これを見てる方は桜井さんのことを、まあ、結構知らない方もいらっしゃるかと思うんですけども、まあ、要するに、4K 短期をモデルとした、まあ、ノンリニアシステムの構築という。そうですね、HD の時代からノンリニア編集システムご提供しておりました。今後やっぱりシステム更新含めて 4K が欠かすことができない、また高精細な映像ですね、きっちりと本当にその絵の力を視聴者の方に届けるには本当にリアルタイムにきちんと編集できるものが必要であると、そういうふうに考えておりまして、まあ、昨年から制作開発を行って、お出ししております、はい、ちょっと今、ね、デモを見せてもらったの、重い XAVC がサラ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 動いてて、で短期のものの、まあ、中身がすごいのかなと思ったら、そんなに何でしょう、ゲーム機のような最新スペックではない形なのにこれだけ動くっていうのはちょっとすごいなと。そうですね、やはり弊社といたしましては技術力、開発陣が一生懸命作っておりまして、それは 4K だけにとどまらず、まあ、8K のデュアルグリーンの時代から4K2 に今に至るまで 8K も本当にサクサクできる編集システムを作っております。まあ、そういった一連の技術力を生かして、ここまでやることが到達することができたというふうに思っています。とにかくですか、このメディア呼び込みながらとか、あと一番さっきすごいなと思ったのが追っかけ編集というか、その実記録キャプチャーをしながらやってるとか、ちょっとその辺がちょっとすごいんで、ちょっと見せてもらった方が早いと思うんで、ちょっとよろしくお願いします。はい、じゃあ、はい、まずじゃあメモリーの何でしょうか、読み込みのところからですね。分かりました。今プロジェクト自体は 4K の HLG の設定になっています。ですのでどんな素材が来たとしてもプロジェクトの方一括、きちんとした色情報で HLG で変換して、この SDI のモニターで出力すると、そういうふうな構造になっております。で今収録したものですね、こちらFS7 の素材ですけれども、収録したものを、これは 4K のクラス300の素材になります。こちらの方に差し込みます。すると自動的に編集ソフトの方で中身を認識します。で、もの自体はですね、こちらワークステーションとボードの方をセットになった短期システムとしてご提供しているという形になります。まあ、これはどうでしょう、メディアを読み込みながら編集っていうのは、まあ、他社の NA ノンリニアシステムでも、まあ、あると思うんですけども、やっぱりこれですってね、先ほど見せてもらったそのキャプチャーしながらの、ね、ちょっとそこ、そうですね、はい、今じゃあ、まあ、順序立てていきます。今こちらの方で、収録した素材が認識できます。これが 4K のクラス300の素材ですけれども、まずはレスポンスですね。 4K のクラス300が本当にサクサク、しかもジョグオンサウンドで、2倍速にしても音を聞きながらですね、イン点アウト点を打っていただける、 HD と同じレスポンスを必ず保証する、そういったレスポンスを、実現しています。これ今この映像っていうのはあれネイティブの映像なんですよね。そうですね、これはもうネイティブで中間素材なしで弊社の場合は必ずやりますので、全く撮ってきたものをそのまま今映している状態、メディアの中を見ている状態です。で、ラッシュですね、本当にこのメディアの中身何が入っているのかなという場合ですね、4K でもこういった形で、クリップをつなげて見ることができます。で、使用するところ、もうこのままですね、この状態であとはイン点アウト点打っていただいて、
タイムラインの方に貼り付けていただく、そういった使い方もできます。とにかく軽いですね、動きが。そうですね、ありがとうございます。もう本当にレスポンスに関しては大変ご評価いただいているところになりまして、まあ、我々としても一番自信を持っているところになります。でもう本当に座った状机の前に座った状態からもうすぐ編集開始できまして、それはバックグラウンドコピーという機能がございます。でメディアの中身を全部選択して、例えば、タイムラインの方に貼り付きますとバックグラウンドでコピーが始まります。でこの状態でもどんどん編集、ね、はい、編集できますので、エディターの方はですね、コピー時間ですね、意識することなく、本当にまあ、コピー時間、今まで 4K ですと、しかも本当に時間かかったと思うんですけれども、そういったのが削減できますので、本当に急ぎの中でも編集がこうやってできるというところがメリットだと思います。はい、なるほど。このやっぱ 4K 出すと、本当、メモリーもでかくなってくるし、容量もでかくなってくるから、単純にそのコピー時間が長くなって、まあ、そこの間、作業が止まってしまうっていうデメ、ね、ジレンマがあったの、まあ、これはそれを気にせずことなく、どん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 。はい、そうですね。あとは本当に例えば1時間ものの素材も、例えば10秒しか使わない場合ですと、その10秒だけを印点を打って、切り出してコピーということもできますので、はい、本当に。ハードディスクの容量とお時間と削減することができます。なのでいろいろな取り込み方法があります。ちょっと最後に追っかけのちょっと見せていいですかね。はいはい、では、追っかけ編集というものができまして、まあ、今こちらカメラの方をご用意してますけれども、ちょっと人が映っちゃうとあれですかね、まあ、こういった形で、はい、で追っかけ編集、今 12G の SDI の入力があります。ボードの方にですね、入力がありまして、そちらの方から今入力信号が来ております。でこの状態でですね、追っかけ編集というのを実行いたしますと、このように赤い文字になりました。これが今収録中であることを示しております。でこの状態でですね、まあ、インテンアウトテン打ってみますと分かるんですけれども、更新常にかかってまして、使いどころがどんどん今広がっております。で通常これ追っかけ編集というのはサーバーに対して収録をして、それを編集機が見に来るというのが、まあ、一般的だとは思うんですけれども、弊社の場合ですとこれが短期1台でできてしまいますので、大変コストメリットがあるな、ある機能だというふうに思っております。でこれをもうこのまま今 4K の XABC のクラス300で収録しております。でこれをこのままどんどんとインテンアウトテンを打って、編集ですね。で収録中ですけれども2ストリームリアルタイムで動きますし、テロップもですね、3本4本は面積比で見ているので、まあ、多少のものであれば本当に3本4本5本どんどん載せることができます。なるほど、まあ、この追っかけ編集は現場的によって面白いですよね。あとこれ普通に何ですか、メモリからのキャプチャーはほぼ通常な何でも読み込める感じで、そうですね、新しい最近ではプロレスの 4K も対応いたしますし、こういう、まあ、ドローン系の MP4 ファイルもリアルタイムで、編集できますので、そういった面では本当に今までカクカクカクとカクつきがあったというところは随分これで楽になったというお話いただくケースも増えておりますので、はい。あと静止画も、まあ、多分もちろん大丈夫だと、まあ、フォトショップとかその辺も大体、そうですね、フォトショップファイルもちろんできますし、まあ、TIFF、JPEG、まあ、タルガ、まあ、もろもろ一般的なものは全てカバーしております。なるほど。でこの後の展開ですけど、まあ、例えば次あるのが、まあ、日本で大きな展示会というとインタビューになると思うんですけども、はい、まあ、それに向かって何かアナウンス的なものは、
そうですね、やはり今足りない機能ですね、もう 4K の足りない機能もちろん準備しておりますし、まあ、弊社 4K だけでなくてですね、8K の方も、まあ、段階を踏んでやっておりまして、次のインタビューでは結構皆さん驚いていただくようなものがお出しできるのかなと。かなというふうに思っておりますので、ご期待していただければというふうに思います。はい、いや、それは楽しみですね。またよろしくお願いします。